ラメどこのってもうみんなに聞かれるんですけど、全部このアイスイッチのダブルノートで、大容量でこんなに入ってるのに1000円くらい、本当に粒子細かくてサラサラになるので、昨日初めて買ったんですけど、もう殿堂入りになりました。めっちゃ涙袋とかかけやすい感じになってたので、すごいおすすめです。ガールズファームチャンネル、ガールズファームチャンネルのなちです。はい、今回は2020年ベストコスメトップ5を紹介したいと思います。やばい、寂しい。前回やってた時も一人で撮るっていうことがなかったから、なんかすっごい寂しい。では早速ベスト5紹介していきたいと思います。リップとかアイシャドウとか、そのパーツが被らないように選んできたんですけど、1個目、ザ・シェムのカバーパーフェクションチップコンシーラー。これは私がコスメ紹介した時も、まあ、普段使ってるのなんですけど、全部 NARS っていうデパコスのコンシーラーがいいって聞いて使ってたんですけど、こっちが流行りだして買ってみたら、 NARS と同じくらいかそれ以上によくって、明るめのコンシーラーってあんまりないので他で、なのでこのザ・シェムのコンシーラーベスト5に入れました。はい、じゃあ次はアイシャドウ、ダンキャンメイクパーフェクトマルチアイズの01番。これは私もう YouTube 初めて知ってた時からもうずっと言っててずっと使ってるんですけど、私マットのアイシャドウが好きで、そのラメとかはその別でつけることが多いので、これも昨日買って10個ぐらいは余裕でリピートしてるんですけど、本当に使いやすいブラウンと涙袋にするようなアイシャドウが入ってて、本当にこれ1個あればお直しもできるし、上のアイシャドウも下のアイシャドウも私のもうザタイプみたいな感じの色味なので使ってて、で昨日なんか久しぶりにその買い直したらブラシが変わってて、めっちゃ涙袋とかかけやすい感じになってたので、すごいおすすめです。次は 3CE アイスイッチダブルノートです。これも私ずっと使ってて、ラメどこのってもうみんなに聞かれるんですけど、全部このアイスイッチのダブルノートで、アイスイッチの種類の中でもこのダブルノートのラメが一番なんか大粒でキラキラしてくれるので、私は上まぶたにも涙袋にも使ってて、いろんなの試しても結局これに戻っちゃうなって感じでおすすめです。次、こちらエチュードハウスフィックス&フィックスパウダーフィクサーフェイスパウダーになるんですけど、なんか私が前回のコスメ紹介の時に青いパッケージの同じエチュードハウスのパウダーを紹介したんですけど、それがなくなっちゃって買い直しに行ったら、大容量でこんなに入ってるのに1000円くらい、本当に粒子細かくてサラサラになるので、昨日初めて買ったんですけど、もう殿堂入りになりました。最後はこちら、クラリンスのフィックスメイクアップ。これはちょっとコスメに入るかわかんないんですけど、化粧した最後にこれをするとその化粧崩れを防止してくれるスプレー、友達が誕生日プレゼントでくれて、でこうやって持ち歩きでお化粧直しとしてスプレーしたら保湿もされるので、今の時期すごいいいかなと思って結構もう毎日使ってるので入れました。私の2020年のベストコスメはこんな感じです。私が普段使ってるコスメって結構全部リピートして使ってるものが多いので、なんか本当は5個以上あるんですけど、全然おすすめのコスメは、でも今回は乾燥する時期とかマスクの時期とかに合うようなコスメを選んでみました。うん、自分の肌に合う色とブルベとかイエベとかもそれぞれ合うと思うから、自分の肌を研究して自分に合うものを選ぶのが大事かなって思うので、やっぱ一番はなんかおすすめしたのも参考にしてもらいつつ、なんか自分のしたいメイクとかこういうところを改善したいとかっていう目的に合ったコスメを選ぶのが一番かなって思います。はい、ということでこの動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。それではまた次の動画も見てください。バイバイ。